ランチャイズ版タイガーファンディング、新しい未来をつかみ取れ、キャッチザフランチャイズ。ではどうぞ。失礼します。今宵も全国展開の野望を抱く志願者がフランチャイズの猛者たちへと食らいつく。まずはご経歴をどうぞ。はい、辻友太郎52歳、東京都在住です。最終学歴は大学、現在の 職業は、モーヤンカレー株式会社代表取締役です。今回フランチャイズチャンネルで求めるサポート内容を教えてください。モーヤンカレーの求められる地域、値段、場所、そこの、あとメニューですね、そこの求められる場所にモーヤンカレーを出店します。あなたが思い描く未来の姿は。モーヤンカレーが求められる場所に求められる商品を求められる値段で全国に広めます。ではオールアナシン、新しい未来をつかみ取れ、キャッチザフランチャイズ。ついにモーヤンカレーさんが来てしまいました。ね、すごいですね。よろしくお願いします。いや最高ですね。いや正直そのこの場に本来はいなかったはずなんですけど、モーヤンカレーさん来るって言って枠開けてもらって無理やりに。ああ、そうですか。はい、座ってます。ヒカルさん、モーヤンカレーって食べたことありますか？聞いたことあるんですけど、はい、食べたことなかったんで、はい、もう単に食べてみたいっていうのと、いやもう有名じゃないですか、はい、いやこんな有名なとこ来んのっていう衝撃ですよね、はいはい、多分フランチャイズチャンネル史上一番有名だと思います。うん、いやだからちょっとこう関わりたいというか、一回ちょっとこうこの場にいたいっていう思いでいるっていう感じで、はい、まあカレーも大好きなんで、あと飲食業との相性が僕めちゃくちゃいいんですよ、はい、っていうのもあったんで、ちょっとこれはっていうのでねじ込んでもらったって感じです、林さんに。では簡単な経歴を教えてください。はい、大学卒業後、スポーツ関係の会社に就職しまして、でその時に開発した、野菜ごった煮のスパイス鍋を開発しました。でそれをもとに、現在のモーヤンカレーを営業しております。じゃああれですか、お勤めになった経験とかはなく、いきなりもうこれを始めたって感じですか？スポーツ関係の会社に学生の時からいまして、はい、そこに5年ぐらいいましたかね、うん、で大学は通信教育だったもんで働きながら。なるほど。でそこの寮であのこう野菜ごった煮のスパイス鍋の研究をしたんですね。でその時のものがカレーっぽいものになったもんですから、それをもとにカレーをやってます。創業何年になるんでしょうか？27年ですね。27年。はい、わかりました。今回のモーヤンカレーさんのプランを簡単にご説明ください。もともとフランチャイズをやってるんですけれども、なかなか、マイペースな、フランチャイズやっておりまして、今後いろいろ発展していくためにこちらのサポート、フランチャイズの本部の構築をお願いしたく来ました。いやまあとにかくすごい超有名店に出ていただいて。株式会社イヤシープ代表林直弘、学習塾で全国制覇、年商100億円超えを実現。次に仕掛けるのは極楽睡眠ヘッドスパイヤシープ。フランチャイズチャンネルで様々な業態を支援、積んだ金額は驚愕の2億円超え。積む積む積む、軍資金とノウハウを授けるフランチャイズの王。今宵も聞けるか、サービスですよ。超有名店に出ていただいてそして僕多分15年ぐらい通ってますかね。そうですか。あります。20年は行ってないと思うんだけど、うん、歌舞伎町にあるからね。ね、歌舞伎町は最近だから。最近。そうだからリビングとダイニングですよね。はい、で、あの今資料見させてもらったらリビングが1号店なんですね。そうですね。あそこの本当は隣の隣にあったんですけど、あそこ都市開発になっちゃったんですよ。あ、そうなんですね。でそれでなくなっちゃうんで、まずいっていうことでダイニング作ったんですよね。そしたらたまたま隣が空いて、あ、そうだったんですね。で、まあ、もう残しとこうかっていうんで2つやったんですよ。へえ、もう美味しいし、島耕作の漫画とか出てきますよね。あ、もう一度、ね、近くうまいカレーあるんだ、行こうよ、みたいな。そんな感じですし。それがモーヤンカレー。だし、あと、遊戯王のカードにもなってますよね。なってますね。おー、モーヤンのカレーってカードがありますね。あれです。あ、あれ。すご。そうか。だからすごいですよ。知名度半端じゃないですよね。てかこうなんかこうちょっと居酒屋みたいなメニューのもうプランもあるんですね、うん、あります。カレー屋で宴会プランとか、はい、確かに。こんな初めて見たっすね。全然僕は飲みに行きますからね。新橋の地下はね結構行きます。あ、最近なくなっちゃったのかな、ね、あの僕は花火ついてるモーヤンスペシャル好きだったんですけどね。あの復活しまして。あ、本当だ。そう、花火ついてる。
高っ1万6000円すごい。それちょっとあのふざけて作ったわけじゃないんですけど、めちゃくちゃでかいやつで、それも昔からあったんですけど、そこに花火ついてます。グルテンフリーっていうのが今の時代って感じしますよね。あ、確かにね、やばいっすよね。僕がいつも頼むのはポークカレーダブルチーズトッピングか、キーマカレーですね。その辺よく頼む。いや、なんか本当好きなみたいで、さっきあの虎の控室でも、はい、あのカレーの話題になってたら、いやモーヤンカレーが一番うまいって言ってた。ああ、ありがとうございます。体にいいっていうのがいいよな。よりすぐりの持ってきましたね、今日は。本当ですか、はい、楽しみ。いや、だって普通にもうね、うん、何回も行くし、あとウーバーもね、歌舞伎町店があるから。ああ、歌舞伎町、そうですね、ウーバーやってますね、うん、よくクジラに頼んでるな。最近カレーって割とドロッとしたカレーとサラッとしたカレーに分かれてると思うんですけど、はい、モーヤンカレーさんはドロッとした感じなんですかね。あのですね、ちょっと話少しなくなっちゃうんですけど、もともとこれカレーじゃないですよ。ほう。カレーを作るつもりがなくて、さっき言ったそのスポーツの会社で体にいいプロテイン飲む代わりに、なんかその食事で取ろうとしたんですよね。ドロドロの野菜のスープ作って、でそこにスパイスは内臓にいいんで、それを入れて、僕2年間朝昼晩毎日食べ続けたんですよ。へ、めちゃくちゃ体調子よくて、でこれをそのスポーツの時と合わせようっていうので作ったのがモヤンカレーなんですよね。あ、 なのでそのドロドロっていうのは野菜なんですよね。で通常の日本のカレーっていうのは小麦粉でドロドロ作るんですよ、はいはいはい、まあ、要は中華でいう片栗みたいな、はいはい、でうちはそれをする必要がないですよね、うん、野菜がいっぱい入ってるから。だから見た目カレーなんですけど、実際はあの全然違う、ご飯にこうやってかかってるからカレーっぽく見えますけど、なるほど、実は全然カレーじゃないっていう。野菜のソースみたいな。そう、だからそれがカレー味っていうだけなんですよ。だからモーヤンカレーってやってますけど、はい、最初1号店するときは実はモーヤン丼だったんですよ。モーヤン丼じゃ分かんないから、誰も知らない。あの、いや、そういう風につけようと思ったら周りの人に、いや、そんなの分かんないからお客さん来ないよって言われて、でカレーってつけときなよって言われてモーヤンカレーだ。そうなんだ。これモーヤンっていうのはどういう意味なんですか。モーヤンはね、僕のあだ名です。あ、そうなんだ、はい、なんでモーヤンなんですか。僕友太郎って言うんですけど、はい、親が関西で、はい、で、あのちっちゃい子からモーヤンって呼ばれてて、友太郎、友太郎の友のもです。友ヤン、友ヤン、モーヤン、モーヤン。ああ、なるほど。なるほどね。友ヤン、友ヤン、友ヤン、モーヤン、モーヤン。知らなかった。知らなかった。出たろ、なんか牛のね、肉でモーヤンから。確かに確かに。確かに。モーの意味かと思ってましたね。はい。はい、そう、だからレジでね、よく聞かれたんですよ、はい、モーヤンって何ですかって言って、はい、で、あんまりにも毎日聞かれるから途中でめんどくさくなっちゃって、はい、ちょっとすいません、あの上に止められてるんでそれだけは言えないですって封印してました。ある種なんかこう新宿中村屋さんが、まあ、うん、カレーの元祖みたいな新宿のイメージありますけど、ね、うん、もう今や若者からしたらモーヤンの方がやっぱ有名というか、行く頻度高いと思いますね。てかこの作り方、社長しか知らないってすごいですね。え、本当に社長しか知らないですか。未だに僕が秘密工場で作ってて、で社長がもしいきなり亡くなっちゃった場合はどうなるんですか。そのある人に手紙が行くようになってます。マジですか。何それ。すげえ。絶対カレーの作り方なんてみんな知りたがるから確かに確かに言ったらみんな言うんですよ。すげえ。確かに。で、例えばフランチャイズの人にももし教えたとしたら、もう確かに自分じゃないですか、そんなインフラしたら。確かに秘伝ってことですね。絶対そんな言うから、たどり着けないってことですね、普通じゃ。でもし知ったとしても、インフラとしても、おそらくね、レシピがめんどくさすぎて作らないんです。そんなめんどくさい。あとお金かかりすぎて。あ、なるほど。だ、うちはその、まあ、長いこと、最初のうちはすごくお金かかったんですけど、今はもうだいぶ安くできるように工夫してしてますけど、もっと店舗できればもっと安くなりますもんね、はい、コストは、うん、だから最初の頃はもう本当に原価 50% くらいだったんですよ。カラーを送られてくるってめっちゃ面白いね。かっこいいですね。本当に秘伝っぽいね。すごいね。そんな飲食店あるんですか、黒瀬さん。いや、ないですよ。なんか、ね、教えてもめんどくさすぎて多分やんないと思います、こんなもう金にならないっつって、ただ今はなります、すげえ。めちゃくちゃでもなんかこう思いが乗ってるのが、株式会社シュプラス代表光る。なりたいものになれるのはなろうとしたものだけ。忖度ない発言で世間を揺るがし社会現象を巻き起こす。アパレルブランドリザードや音楽活動など多岐にわたる活動で見せる圧倒的統率力。そして令和の虎、衝撃の1億円完全オール。職業カリスマ、 YouTube 界唯一無二の地位へ。虎の玉座で志願者を待つ。こう思いが乗ってるのが、喋ってるの聞いてるのと、この資料を見たら分かりますね、うん、正直。テンポもすごい素敵で世界観があるんですよね、はい、めっちゃ漫画置いてあるし
うん、時代に逆行してますよね。回転率がシカトしてますよね。あ、お店に漫画を置いてある。一人のお客さん多かったんですよね。で昔スマホなかったじゃないですか。で一人のお客さんがこう手持ち無沙汰だったんで、で僕の家にあったやつをこう持ち始めたらスタッフがみんな持ってくるようになって、あ、そういうことだったんですね。最近はでもスマホがあるんで皆さんこうやって一人の方もね、暇こう通しできますけどね。ライバルとしてやっぱ多くある店ってどういうとこあるんですか？ココイチぐらいしか僕知らないんですけど。本当に先ほど申し上げたようにカレーじゃないですよ。あ、だからもう全然別ジャンルってことですね。はい、ちょっとでも天下一品のベジタブルスープとちょっと違うんですか？そういうのじゃない。あ、でもそういう作り方といったら似てるかもしれないですね。 あんまドロドロしたものってね、もうカレーかラーメンかぐらいしか思いつかないですもんね、うん、食品でいうと。だライバル、まあ、カレーやっても夜飲めますし、あと先ほどそのメニュー見ていただくと分かると思うんですけど、はい、まあ、僕の好きなものをただ出してるだけなんですよね、食べたいもの。なるほどね。カレーのおかずって面白いですよね。カレーおかずですよね。ね、これすごいっすね、うん、20辛ソースとか盛り上がるしね。すごいな、進化しまくってる。いや全然デートにもおすすめなね、うん、雰囲気いいっすよね。まあ雰囲気いいっすね、うん、確かに体にいいっていいっすね。美容にも良さそうだし。だからグルテンフリーとか言ってるんですけど、実はこれ後付けで、はい、もともと使ってなかったんですよ、まあ、使う必要ないから、はい、なるほどね。グルテンフリーを作ろうと思ったんじゃなくて、完成したものがグルテンフリーじゃんみたいな。途中であの言葉出てきたじゃないですか。確かに確かに。うちグルテンフリーじゃないのとかちょっと出しとこう。そうなんだ。まあ、無添加は無添加っていうか、まあ、化学調味料とか入れないのはもともと入ってなかったんで入れてないだけで。さあ、まあいろいろお話しいただきましたけど、まあとりあえずそうは言ってもですね、モーヤンカレーを食べたことない方っていらっしゃいますか？はい。あ、お、はい、じゃあね、ぜひヒカルさんにも食べていただかないといけないと思いますんで、はい、試食を今からお願いしますね、はいはい。今宵志願者の椅子に座るのは絶大な人気を誇るモーヤンカレー代表辻。興奮を隠せない虎の面々。好調な滑り出しのタイガーファンディングは一体どう転がる？これあれですね、先ほどのカレーおかずの、あ、おかずカレーおかずの盛り合わせです。カレーおしゃれです。なんか米が入ってないやつ。そうですね。まず、こちらから説明しますね。こちらカレーの付け合わせの、スモークたくあんと玉ねぎらっきょうで、うちには福神漬けとらっきょうがないです。なぜなら僕があんま好きじゃないから。で、これはそれを超える美味しさです。これはカレーにすごく合います。で、こちらのカレーですけど、このカレーソースは、モーヤンカレーのスタンダードなカレーソースです。で、こちら、これ牛の、和牛のハラミ筋の肉がない部分ですね。テロンテロン部分だけですね、これ。これ煮込んだもの。はい、で、これ、うちで作っているハンバーグです。で、ハンバーグは、私、好きなハンバーガー屋さんがありまして、そこのレシピをかなりフューチャリングして作ったものを、かなりハーブを効かして作ったハンバーグです。で、かなり肉肉しいです。で、こちらはキノコのビネガー炒め。最後にお酢をかけて、こう炒めるんですけど、これもカレーにすごく合います。で、こちらは、ラタトゥーユなんですけど、スパイスがすごい入った、うちのカレーに入っている熟成のスパイスがたくさん入ったラタトゥーユで、こちらはビーガンカレーの時もこれ使います。はい。はい。で、こちらは、チキン味噌炒め。こちらは鶏のもも肉に、うちの特製、うちで作っている特製のタレを絡めて作ったチキンカレーにもなるチキンです。で、こちらは生の鴨。生ハムを作る工程で、こう塩漬けにして作った鴨です。こちらもカレーおかずに今なってますけど、これだけで炙っておつまみのものがもうオープン当時からこちらありました。これっていうのは今回こういうメニューがあるわけではなくて、うん、いろんなものを乗せてそれぞれにカレーと合わせて食べてみ、うん、見てくださいっていうことで作っていただいたオリジナルですか？はい、こちら盛り合わせなんですけど、はい、メニューに全部あるものです。はい、はい、あ、一つ一つがメニューにあるって意味ですね、はい、こういうメニューがあるわけではないですよね。あります。 あるんですか、はい、これが。で、これをご飯と一緒に食べる。はい、はい、このご飯は普通の白いご飯ではないでしょうか？こちらはもち麦を入れて一緒に炊いてます。はい、もち麦とオリーブオイル。オリーブオイル。で、うちのカレーは油はオリーブオイルか米油しか使わないです。あ、めっちゃいい。それ白砂糖は使わないです。バターとかも使ってないですか？バター使います。あ、バター使う。あ、牛乳、あ、バター使いますと牛乳とかそういうのは使わないです。まあ同じ元は一緒ですけど。はい、じゃあせっかくなんで飲食のプロの黒瀬さんから。じゃあすいません、いただきます。いただきます。すごい。まあ僕結構食べさせていただいて、ああもう安定の美味しさです。でもこれでおいくらでしたっけ？990円。値段やばくないですか？うん、でも、はい、これを置かずに飲まれる方が多いのですごい、はい、これ安すぎないですか？いや、90円。
普通カレーってだってめちゃめちゃ原価高いじゃないですか、はい、それとこの手間のかかり具合に僕ちょっとかなりびっくりしてるんですけど、ちょっと撮影にソース多いですね。あご飯に一緒に食べる。正直です。なるほど。ひかるさんどうぞ。いただきます。いきます。うまっ。めっちゃうまいじゃないですか。これうまいな。これがドライカレー。ドライカレー、ドライキーマカレーですね、はいはい、僕の好きな、めっちゃ好きな感じのこのドロッと感ですね。完璧ですね。ただ小麦粉入ってないです。うまっ。でこれが、ガーリックシュリンプ。はい、これカレーのガーリックシュリンプですね、はい、でこれうどん。うどん、うどん、カレー味、うん、カレー味じゃないです。じゃない。これはオープン当初からあるカレーを作るときにどうしても出ちゃう副産物があるんですよ、はい、でそれ捨てるのもったいないからって言って作ったうどんなんですけど、はい、大人気で。え、でこのカレー作る時の副産物って何ですか。それちょっと言えないですけど。あ、言えないんだ。これだけ作ろうとするとすんごい金額になります。ね、社長、これ自体がもうそもそも野菜ってことですね。めちゃくちゃ入ってます。これが、はい、玉ねぎ、人参、セロリ、リンゴ、バナナ、トマト、ニンニク。あ、やば。はい、桑さんいかがですか。うん、あの進化してますね。僕本当、僕は新人ホスト時代の17年前ですね、うん、最初は、はい、なんかその時はこういうのなかった気がするんで、うん、めちゃめちゃ進化させてるなっていう。真ん中の入ってるのこれポークですか。そうです、ね、僕はいつもこのポークカレー頼んでるんですよ。ヒカルさん、うますぎやろこれ。なんかおかわりもらっていいですかこれ。岩井さんは食べたことあります。お恥ずかしながら初めて食べます。どうですか岩井さん。いや、めちゃくちゃうまいですねこれ。そうなんですよ。一番下辛くないのかこれ。これ一番辛くないです。あんま辛いともう味わかんなくなっちゃうんで、うんうん、おすすめしてるのはこの辛さですね、うん、辛くのすんのはもういくらでもできるんで。確かにめちゃくちゃ、うん、味がわかる、うん、ガーリックシュリンプ辛いね。ね、すごいですね。え、これ何辛ですか。ゼロ、三、これゼロ、ゼロです。ゼロから、はい、いや僕もいつもゼロから頼んでたんですけど、うん、合ってる。でも全然十分です。合ってるんですね、はい、ゼロでいい。僕辛いの苦手なんで、でね、これぐらいがちょうど、うん、そうなんだ。なんか辛くなくても冷めても美味しいカレーを目指して作ってます、うん、子供も食べれるっていうのが強みっすね、うん、子供はその、キーマカレーはもう本当に2歳とか、うん、1歳は食べないんですけど2歳3歳ぐらいの方はそのキーマカレーおすすめしてですね、うん、これはもう間違いなく食べれます。確かに。でたまにこのゼロからでも2歳3歳の子だとたまに辛いってこといらっしゃるんですよ。確かにちょっとあれですもんね、うん、でお子様プレートがあるんですけどお子様プレートはそのキーマカレーが乗っかってます。うん、キーマカレーの上に辛くないエビが乗っかっておもちゃついて、うどんが何でできてるのかが気になる。うどんはですねちょっと言えないですけど、ね、またなくなったら手紙が届けるやつですか。なんだろうこれ。あのうどん屋さんをやる計画もあります。おお、なるほどね。最近ココイチがうどん屋出しましたもんね。はい、もうやうどん、これ全国展開一気になっちゃうんじゃないのこれ。え、どうですか加盟店は儲かってますか。あのフランチャイズもあるんですよね。今直営何件、フランチャイズ何件なんですか。直営が7件、はい、でフランチャイズが6件。ほう、はい、どうですか儲かってますかその全体は、うん、コロナ後は今あのトントンぐらいな感じですけど、コロナ前はもう全然儲かってまして、で今店舗によってはもう元に戻ってるところもありますね。へえ、うん、やっぱコロナの影響大変だったんですね。やっぱまだ人が夜少ないとこがやっぱりまだ戻ってないですね、うん、あ、そうなんですね。昼は来ますね普通に。こんなに美味しいのにね。夜飲める場所っていう認識がもうちょいされたらめちゃくちゃ来そうですね、うん、そうですね。確かにカレー屋さんのイメージだもんな。はい、ということで試食が終わりましたので辛いですけど再開させていただきたいと思います。はい、さっきあの途中で林さんもおっしゃってましたけどこれだけ美味しくて、うん、でフランチャイズがでもまだ 6ですね。ね、はい、なんか その辺がちょっと聞きたい。モーヤンカレーの謎と言われてますよ。竹村義弘事務所代表竹村義弘、30年間で50を超える FC の立ち上げに関わってきたこの男、 YouTube フランチャイズチャンネルを拠点に生み出したサクセスストーリーは数知れず、FC 業界のストーリーテラーは志願者を主人公にいかなる物語を作り出すのか。モーヤンカレーの謎と言われてますよね、フランチャイズ業界では。そうですか。だってもっとこれだけ有名で、はい、まあもっと増えていいだろう。だってフランチャイズもね最近始めたんじゃなくて割と長くやってますよね。10年前ですね。です。なんでこれがモーヤンカレーの謎と言われるやつです。本当ね、なんでもっとあってもいい。そんな十何件しかなくてこんな有名なカレーないし、さらに今ねちょっと軽くおっしゃってたから、まあトントンですねっておっしゃってたんで、やっぱなんでこんな美味しいのにトントンぐらいなのかなっていう。やっぱサービスしすぎなんじゃないですか。原価高すぎじゃないですか。ちょっと間違えてますね。その値上げした方がいいじゃないですか、うん、とかちょっと思うんですけど、そのあたり詳しく教えていただいていいですか。はい、まず、10年前に始めたきっかけっていうのが、
僕の妹が海外に住んでまして、はい、で10年前に帰ってたんですね。でスペイン人の旦那と帰ってきて、で仕事がなかったんですよ。ほう。でフラフラしてたんで、なんか仕事しろと、うちの妹に作ったのがうちのモヤンカレーのフランチャイズシステムなんです。へえ。うちの妹が今もやってますけど。何店なんですか？京橋です。あ、京橋店。うん、へえ。そこでもう10年経って、でそこで始めだし、その契約書とか今お手元にあるやつも それ用に作ったやつですね。いいですね。なんか親族のために作ったっていうのはいい話ですね。そう、旦那さんが日本語喋れなくて、で日本語喋れなくても飲食店だったらこう作ったりできるから、お、もう一生懸命やってますけどね。未だに喋れないですけどね。そうなんですか。で、まあ、せっかく作ったんで、店にあの僕の筆ペンのやつでカレー屋やりたい方電話くださいっていうのは店にペタペタ貼ったんですよ。はいはいはい。でそこで見た方、今他の6店、他の5店舗もそうですけど、全部うちのお客さんですね。特に宣伝とかはしたことないですね、ほとんど。じゃあ例えばアントレとか比較ネットとかそういうのにも出したことはないっていうことですね。なんかどっかの店舗さんかなんかので、あの 無料で出していいですかっていうので一回行ったことありますけど、うんうん、あとは、もうほとんどないと思います。ほぼ広告は見たことがないですね。やってないですよね。そんな辻さんが10年経ってこのチャンネルに出てきていただいた一番の理由は何なんですか？あのフランチャイズを、フランチャイズか、まあ、モーヤンカレーが果たしてあの、まあ、求められるのかどうかっていうところですよね、うん、みんなが食べたいのかどうか。ああ、で僕が例えば出店したとすると、どっか地方になると思うんですけど、そんな場所の事情、物件すごい大事じゃないですか、あの飲食店 でそんな場所のことは僕一切知らないし、これから何かするんであればそこの地域に詳しい方だとか、そういう方に出店してもらわないと、うちが何か直営で何か出すとなると何も知らない習慣がいっぱいあったりするんで、そんなところにただうちのカレーどうですかって出すのどうかなと思うんで、その地域の方の詳しい方にやってもらいたい、もし求められるんであればっていうので、あのこちらに来ました。まあ、今林さんがおっしゃったように、他にもアントレとかいろいろね、こういうフランチャイズを紹介するっていう仕事はあるじゃないですか。今はやっぱりお近くの方も含めて、いやどうせフランチャイズやるならフランチャイズチャンネルだよっていう話になったんですか？うちのマネージャーが、林さんがうちのことをちょっとつぶやしていただいた動画があったんですよね。でそれをうちのマネージャーが見つけて、でそれであの今僕はここにいます。種まいてるわ。あの TikTok かなんかでよく行くお店はっつって、僕モーヤンカレーって行ったことあるんですよ。でもう実際行って十何年も行ってるから、はい、そして気づいてもらえて行ってみるもんですね、本当ね。いや本当に好きだから、なんか嬉しいです本当に。実食を経て虎たちの心と胃袋をつかむ志願者、モーヤンカレーの全国フランチャイズ展開、その展望やいかに。次回、新しい未来の行方を見逃すな。林やめた方がいいんじゃないかな。林も降りろ、オーガナイザーをっていう。インフルエンサーとして価値がないなって思うんで、そういう。